カミソリ狐。何ぼか昔、辰巳峠というところにおとんという狐が住んでいた。おとんは化けるのがうまく、その上とんでもないいたずら者で、人を川に落としたり持ち物を巻き上げたりして村人たちを困らせていた。そこで庄屋さんは村の者を集めていった。誰かおとんを退治する者はいないか。退治した者にはどっさり褒美をやるぞ。するとならず者の若者が二人名乗り出て、オラたちが退治しよう。いくら化けるのがうまいと言ってもたかが狐じゃないか、と言った。よせよせ、お前たちの手に負える相手じゃないぞ。仲間が心配して二人を引き止めたが承知しない。任せておけ、庄屋さん、褒美の方は頼みましたぞ、と言って、その晩早速おとん退治に辰巳峠へ出かけていった。二人は手に手に棒きれを持ち、おとんの現れるのを今か今かと待っていた。すると向こうから黄金色の毛をした大きな狐がやってきた。来たぞ来たぞ。二人は慌てて木の後ろに隠れた。おとんは立ち止まって辺りを見回した後、頭に木の葉を乗せ、ぴょんとひっくり返った。するとどうだ、おとんは惚れ惚れするほどきれいな娘になった。おとんは道端に立っている小さな地蔵を抱きかかえ、その顔をつるっとなぜた。石の地蔵はたちまちかわいい赤ん坊に変わった。なるほど、さすがはおとん、大したもんだ。二人が感心していると、おとんは赤ん坊を抱いて歩き始めた。どこへ行くつもりだろう、気づかれないようにしろ。二人はこっそりおとんの後をつけた。しばらく行くと、おとんは茶店の前に立ち止まって戸をたたいた。中からおじいさんとおばあさんが出てきて、ニコニコ顔でおとんを迎え入れた。戸の隙間から中をのぞくと、おじいさんもおばあさんも大喜びで娘をいたわり、赤ん坊を変わる変わる抱きしめている。気の毒に、じいさんもばあさんも騙されている。今に化けの皮をひんむいてやる。二人はイライラしながら家の前に立っていた。そのうちにおばあさんが軒下に吊るしてある大根を取りに外へ出てきたので、若者の一人が茶店の横へ引っ張って行き、ばあさん、気をつけろ、あの娘はおとんが化けているのだ、と言った。それでもおばあさんは信用しない。何を言うだ、あの娘は間違いなくわしの娘だ。嘘じゃない、オラたちおとんが娘に化けるところをこの目で見た。あの赤ん坊は石の地蔵だ。もう一人の若者が言っても、やっぱり自分の娘と孫だと言い張る。おばあさんが戻ってこないので、おじいさんが出てきた。若者たちはじいさんも茶店の横へ引っ張ってきて、訳を話したらたちまち怒り出した。何を言うか、あれは間違いなくわしらの娘と孫じゃ。それを狐だなんてとんでもない。こうなったら若者たちも負けていられない。嘘だと思うならあの赤ん坊を釜茹でにしてみろ、すぐに化けの皮が剥がれるから。よし、そこまで言うなら釜茹でにしてやる。その代わり、もし間違ったらお前たちの命はないぞ。おじいさんはおばあさんの止めるのも聞かず、家へ飛び込むなり
釜に水を張り下から火をつけた。やがてぐらぐら湯が煮立ってきた。おじいさんは娘から赤ん坊を奪い取るようにして、その湯の中へ放り込んだ。たちまち赤ん坊が火のついたように泣き出し、いつまでたっても泣き止まない。やっぱり本物の赤ん坊だったのか。まさか。二人の若者はだんだん恐ろしくなってきて、おろおろするばかりだ。そのうちに赤ん坊が静かになった。するとおじいさんは薪槍を振り上げて叫んだ。よくも大事な孫をひどい目に遭わせてくれたな。お前ら、叩き殺してやるから覚悟しろ。勘弁してくれ。命だけは助けてくれ。若者たちは土間に頭をすりつけ、泣きながら謝った。それでもおじいさんは許してくれない。するとそこへ一人の和尚さんが通りかかって、何を騒いでいると家に入ってきた。和尚さん、助けてくれ。若者たちは和尚さんの足に取りすがって泣いた。まあまあ、その薪割りを下ろして訳を話してみろ。そこでおじいさんはこれまでのことを詳しく話した。わかった。わしは人を助けるのが仕事じゃ。いくら憎いと言っても、この若者たちを殺したところで赤ん坊が生き返るわけではない。どうだろう、この若者たちの頭を丸め、一生赤ん坊のためにお経をあげさせては。和尚さんがそう言うなら仕方がない。おじいさんがいやいや承知した。どうだお前たち、殺されるよりわしの弟子になった方がいいだろう。はい、和尚さんの弟子になって一生赤ん坊の冥福を祈ります。そこで和尚さんは若者たちを連れて寺に行き、すぐに二人の頭を剃ってやった。和尚さんの弟子になった二人は早速木魚を叩いて赤ん坊のために念仏を唱えていた。二人が夢中で念仏を上げていると、誰か名前を呼ぶ者がある。はっとして顔を上げると、どうだ、いつの間にか夜が明けていて、二人とも草の上に座っている。あれ、お前の頭、お前こそ。二人は顔を見合わせ、同時に頭へ手をやったら、頭はツルツルに剃られていて一本の毛もない。しまった、おとんにやられた。畜生、あのおじいさんもおばあさんも和尚さんもおとんの化けたものだったか。二人は草をたたいて悔しがったが、もう後の祭りだ。すると仲間がそばへ来て、だから言わんこっちゃないと気の毒がるやら面白がるやら、二人は褒美どころかとんだ恥をかき、村の笑われ者になってしまったそうな。